最後山田そうお願いします。はい、ウィスポ所属清楚担当相沢恵麻です。今日はたくさん清楚担当相沢恵麻です。今日はたくさん癒したいと思います。よろしくお願いします。なんかお前言うようになったな。負けないようになったね。なんか生まれてきたからもう2年前まではなんかちょっとあーって言ったらごめんなさいとか言ってたのにところに行っているそうなので呼んでみましょう。おぼ先生、マザーさん。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。みんな元気してたかな。あ、先生のことやってた。なんかもうやめて。いや、お疲れ様です。皆さんテストの方をね、はい、期待通りの結果を見せてくれました。先生嬉しいよ。いや、けてるわ。笑い上げたね。ボボアウト。ないだまあ今の一発は聞いてなかった。そうですよね、僕びっくりしました。ね、こんな寒い寒空の下ね、普通にびっくりした。行かれると思わなかった。行かれるかな。本当ね、大丈夫ですか。もうダメなんせめて室内入らないからね。今日は始まってる。笑ってるびっくりするだけよ。ちょいいね。声がやばい。先生、お座りしてただけなんだよ。お座りください、お座りください、お座りください。びっくりするのもダメなのかい？はい。見分けられてました今。はい。まあこんな感じで厳しく判定していきますので、皆さんよかったら、お楽しみいただけたらなと思います。香川すみれということで、それぞれ担当してしっかりね、いろんな作戦考えて、おぼ先生を癒してあげようっていう。癒してあげようだよね、みんなね。そうですそうです。根底はベースはそこにあります。癒してあげようって気持ちで。はい。だよね。そうですそうです。動いてくれるんだよね、みんな。そう、日頃疲れてる、おぼ先生を癒しに来てます。そうそうそう、疲れてるよ、おぼ先生。疲れてるよ。そうなんだね。アウト。ガンガン進行してください。ガンガンで。はい。アウトだと思った。厳しいな。なんや。いや、そんなくっさんなさ。どうするのこの後、こんな叩いて。そうだよね。はい。先生、ちょっとだいぶなんかお肌に優しそうなんだけど、それ。なんかもうちょいゴツゴツ洗ってほしいかな。ゴツゴツ洗う。いやいや、そうさ、先生のその背中はそんな。結構強めが好きで、先生。うん、ゴツめが、そうかそうか、まさに。うん。つけます。はい、いや楽しんじゃっていいのかな。先生間違いない。先生真剣に真剣に間違えた。ナチュラル間違えたね今。ほぼアウト。今のは私ら悪くないよ。いや悪くない。事例を出してるのは先生様子がちょっと痛いな。なんで。あ
負け。小野さんさ、俺のことさ、なんか実際どう？ですね。いつもお世話になって、ね、マザーには。え？マザーには、いつもお世話になってるよ。あ、そう。癒し企画をやっぱ一発持ってないけどね俺。何ですか？いやペリアドなんて俺一発持ってないけどね。ペリアですか？打ちますか？いや大丈夫だけど。一発とか。大丈夫ですか？うん、ね。マザーアウト。なんでだよ。なんで？基準がわからん基準が。なんなんか。マザーだけはやった。おぼん。適当に流してねえか。こいつ適当に流してる。ってもう二度と激を出てくれなくなるってあとあじゃあ強めのマッサージちょっとして背中に指で好きって書いてほしい、うん、でなんて書いたか分かるって聞いてほしいめっちゃいいそれ、はい、いや、いい感じじゃないですか。はい、あでもバグはね、確かにね肩からね、はい、いきますよ。え、痛い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 、マッサーマッサー。え、笑ってもない笑ってちょっと、すいません、こういう服直すやん先生、ちょっとすいませんね。うん、んお、なんて書いたか分かります？もう一回書いてくれるか。もう一回ですか。うん、はい、おいすおいすなんて書いたんだよ。もう一回頼むよ。もう一回最後にですね、はい、皆さんの感想を聞いていきたいと思うんですが、うん、V スポメンバーの皆さんからちょっと聞いていこうかなと思います。皆さん、はい、お願いいたします。今日の感想。はい、今日とっても楽しかったです。ちょっと おば先生にはね、今回にやけていただくということで、あんまり癒せなかったかなと思うんですけどこの後たくさん癒されてください。美味しいご飯。この後この後この後美味しいご飯で癒されてください。車です。この時間この後車で直帰だよ俺たちは。止まらないの？この後ってなんだ？止まらないの？待ってよ。あ、そうなんだ。今じゃあ黒川直帰なの？直帰了解。なるほど。今じゃあいっぱいご飯食べて。だからもう今もう最大限食べるしかない。この一瞬でいっぱい食べといてください。はい